いや、ちょいよ、ライチョンですよね、今日もやっていくん。あ、オッケー。いきますよ。いや、ちょいよ、ライキジョンですよね、今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちらの10秒デッキ、使っていきたいと思います。ってことでですね、今回、このね、クラルアパスをね、購入すると、このね、進化ゴブリンバレルが使えるということでですね、はい、このね、パスとか、こういうね、セールですね、を購入する際にはね、こちら、クリエイターコードを、はい、来期で、よろしくお願いしますというところで、買っていきたいと思います。さあできましたと、はい、言ったところでこれを受け取っていって、進化ゴブリンバレルですね、まあ、性能はこれまあ見ればわかるか、はい、まあなんかこんな感じで、まあ偽物のバレルと本物のバレルがね、左右こうポッて飛んでいくっていう、でどっちを本物にするかは多分自分で、決められるっていう感じですね。まだ使ったことないんでね、ちょっとわかんないんですけどね、無限増殖のね、こちらの、10秒デッキでやっていきたいと思います。はい。なんで、バレル進化だと、キングに投げて、キングに2つ投げて、で、ミラーで1個投げて、それをクローンして、なんか、20体ぐらいゴブリンがね、この辺に湧くっていうね、なんか、おもれいことができるっぽいです。ってことで、まず最初にバレルをぶっ飛ばしていく。で、この残ったところをこのね、製品で削るみたいな。で、まあ、増殖といえば進化好きでしょう、みたいな感じの。よいしょ、まあまあまあいいんじゃない。いや、どうせなら進化でかましたいですよね。でこういうところでは呪文を使ってほしい。 OKOKOK、 いいね、いい。でまだキング狙いの顔つきじゃないんですよ。ここはとりあえずかまして相手の呪文を見る。矢の雨ですか、なるほどと。ってことは次矢の雨打って、しかもここに反応してこなかったってことは、矢の雨だけっぽいんですよね。なんで、まあ、ロケット砲手とかもちょっと危険なんで、ロケット砲手を咲かせつつ、よいしょ。次の矢の雨を咲いた後に、進化バレル、バレルミラークローンに行きたいですね。で、キングを一撃で落としていきたい。いいね、いいね。ほうほうほう、これ矢の雨咲いてくんない？頼むからお願い。うわ、矢の雨咲いてほしい。ちょっとまだ待ちますか、これまだ待ちましょうよ。ちょっとまだもうちょいね、じらす必要がありそう。ダメ、矢の雨咲いて、お願い、早く咲いて、来たよし。あいつが死んだ。こっちおとり一回出して、ウッドゲームまで行って、どう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 、やっぱめっちゃワンチャン負けそう。ちょっと待って、待って待って、矢の雨咲いたね、オッケー。よし、きた、よし、オッケー、よし、完璧です。オッケー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 。これがね、令和の10秒デッキとなります。はい、で令和はもうあれか、だいぶ経っちまったか。さては、よし、行こう、どんどん行きましょう。いや、これね、ちょっと強いと思うんですよ。なんかバレルの現実的な使い方としては、多分ね、親衛隊枯渇チックな、ちゃんと両サイド攻めれるタイプのバレルがね、この、まあ、進化バレルがね、こう両サイドに飛んでいくんで。てか相手のバレルだ、だるいね。ウッド一発外す位置で、ちょっと相手の選球眼を見極めます。ああ、いい目を持ってる、いい目を持ってる。変化球とか分かるタイプね、相手。さあさあさあ、まあウッド咲いたんで、よいしょ、処理してあげて、はい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 、やべ、これプリン出しとくべきだったな。
ちょっとギャングの顔つきしてたよね。はいはい、これまだ回ってないか、インフェだから。これで回ったかな。はいはい。もう一発バレルいきますよーの顔して、これ結構きついじゃん。ギャングもまだ回ってない。オッケー、いいね。これ、まあ、プリンセス、ウッドあたりもね、使わせたら熱いかな。まあ、これは、受けて。よしよしよし。オッケーオッケー。さあ、次が進化バレルかな、俺は。なんで、低めプリンセス、絶対ってプリンセス切った後だから、これうざいんですよ。ワンチャンウッド裂いてくんないかな、これに。ありえるんだよな。で、ここで、うわっ！ざーけんな。いや、でもいいのか。ギャング裂いて。ギャング裂いてくんない？お願いだから。うわぁ、これさぁ。いけ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 ！はっ！え？ウッドある？ちょっと待って！ちょっと待って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 。ウッドあるけどいて。なぁ？なんでウッドあんだよ。ね、待ってや。やばいやばいやばい。待って、これ普通に勝たないといけないんだよ、これ。なんでウッドあんの？おかしくね？ダメじゃね？普通に。やべ、これプリ、ああ、森作られた。最悪や。やべ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 。なんか足りてない足りてない。何かが足りてない。これでウッド裂く。ワンチャンなったやん。ワンチャンありましたけどダメでした。銀剣で負けちったやん。マジかよ。 OK、 いきましょう。ちょっと気を取り直してね。相手のウッドがなんか思ったより早かった。あと5月ミラーを聞いてない。縛れできます。かましで矢の雨、ハク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 。矢の雨ですね、相手。矢の雨ってことは、はい、まあ、とりあえずプリン出して、相手の呪文を探っていきたい。メガニー、メガニーがいました。さあ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 。なるほど。まあ、これ、ステキンのスキルあたりも放っていってあげて。いやー、いらないか、さすがに。いや、なんか、あったら嬉しそうな顔つきはしてる。いやー、嬉しくないか、これ。ちょっと怪しいな。すっげー怪しい。いや、ロケット端前はさすがになしだよな。オッケーオッケー。冗談冗談。はいはい。いや、でも待って、これやべえ。ステキンがいないと、あの、ネクロの受けがなさすぎる。頑張ったか。オッケー。さあ、これで一旦バレルかまし入れて、無視された方がきついんだけど、無視してこないんだよ。いいね。で、こいつはちょっとスケキンはね、ネクロとメガナイトの受けで大事すぎるから、これ来るんだったらこうしてもいいね。よいしょ。まあ、ミニペ出してからのだからね。うわー、結構いい線いきそうな顔つきはしていたが、まあまあいいか。で、バレル進化しました。バレルが進化しました。これもうちょいじらしを手に入れるか。俺じらしを習得するか。これ進化スケセパして、ケツプリンして、まあ矢の雨。これでもさ、目がないと来そうすぎない？めっちゃマジで来そうなんだけど。オッケーオッケー。こっちか。オッケーオッケー。いや、いいよ。オッケー。いや、なんか勝手にプリンの大量が作れちゃってるけど、こういうことじゃない、俺がやりたかったのは。別にこれも楽しくて、これもクラロワなんだけど、こういうことじゃない。まあ、一回ケツスケキンで、このプリンセスをあえて処理して、させてあげるか。
やべえ、プリンが強すぎて、ちょっと待って。メガナイトこっち飛んでこい。プリンを処理してくんないと。話が始まんないって。これすげえ矢波打ちたいんじゃん、ここ。矢波打ちたいでしょ、矢波打て。打ちたいだろ、これ。打ちたくない？なんで打たないの？絶対打ちたい、ここ。なんでそこ読めんの？ちょ待って、これでも、これ、プリン、あえて処理させて、ここ行きます。え、来た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 。でもヤンナメさえき、さえきましたね。今度縦ずらしとかでいくか。いけ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 、よし、オッケー。よし、たまには縦もあったりしてね。オッケー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 。なるほどなるほど、オッケー、完璧です。よっしゃ、行こう。いいね、一回も普通のタワーに打ってねえな、バレル、進化バレルを。起きた、ブラスターだ、熱い。ブラスターはマジでかましやすい。一応こういうハラスメントもね、一応入れて。デリバリーか、なるほど。ウッドはないのか、これ。あります、デリバリーウッドか。デリバリーウッドはなしだな、普通に。でも今プリンにウッド売ってくる派っていうの分かったんで、これ今デリバリーもないんですよ、多分。ないよね、ないよね。なんでこのバレルのかまし、やべ、折れちゃうの、これ。もうやるやる。で、プリンに、ここ多分、橋本プリンしたら、ほぼ角で打ってくるでしょ、これ。来ねえか。橋本プリンなしだな、これ。守れなくなっちゃう。デリバリー来た。で、進化バレルがある。このプリンにウッドを使わせることができれば、これ、キングへのバレル刺さりますよ、完全に。これもう、おとりまでいっちゃうか、これ。スキル？うわ、打ってこねえんだけど。なんで？やりやがった。やべ、普通に勝っちゃう、このままだと。来た、行くぞ。倒せ、タワー、行け、タワー倒せ、行け行け行け。よし、オッケー。また絶妙に削れたね。とりあえずロイフォグはプリンスケギンがいれば倒せるから、プリンスケヒン量産プランでいくか、とりあえず。よし、ウッド咲いた。よし、いっただろ、これ、いっただろ。いけ、よし、ロケットゲームできました。で、これ次クエイクが攻めで多分来るんで、サイハシマイギャングで。あーし、でもこれで終わってもいいんだけど、あえてのここ1バレル放って、ここに花瓶に呪文が来る。はい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 。で、ここでクローン。オッケー、完璧。よし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 。こういうじらしもあります。こういうじらしだってありますよ。それはもちろん。オッケーオッケーオッケー。素晴らしいです。いいね。久々にこういうデッキ使った、本当に。ちょ、やっぱね、最近ね、クララを楽しむことが大事なんじゃないかってことに気づいたんだよね、俺。やっぱね、やりすぎると良くない。ガチすぎると良くないかもしれないってことに気づいた。やらなくなっちゃうの、逆に。楽しむことを忘れてた、俺は。勝つことを考えすぎてる。
しよう、ドリルか。ドリポイウッドかな、これ。ここはね、ダガタはなしですし。やべえこれ。テスラ来るかな。オッケー、完璧や。矢の雨か。やべ、進化ボンどこだこれ。てかロケットいらないかな、ワンチャンこれ。勝ちに行き過ぎてるロケットは。どうせロケット圏内でもね、バレル飛ばしたくなっちゃうし、バレルでいい説あるな。進化ボーン咲かせて、柳雨咲かしてからじゃないと入らないね、これ。一回普通ね、こんな感じ。おお、深い深いだけか、これ。さてはポイズン咲いた。オッケーよ。うわー、行くんけそれ。でもこれでいい。こういうのもあるんじゃない、もしかしたら。こういう幸せだっていやいやいや、なんかちょっとね、負けるよりはこれじゃないっていう。絶対違った、これ絶対に違った自信があるわ。まだ間に合うか、10秒デッキやんの。てかこれさ、何、1本待って、これさ1本折れた後もさ、え、ここにあれだよね、ここにさ進化バリュー飛ばしたらここに飛べってことだよね。弱すぎじゃない？1本折った後どうすんのこれ。折ったちょっと飛ばしてみるね、一回。ちょ、逆にここに飛ばしてみるなしすぎるか弱ね、弱いってこれは弱いわ、さすがに。バカにしてるだろ、人を。人をバカにするもんじゃねえぞ、あんまり。やばいやばいやばい、体が。弱すぎたか、さすがに。ここのプリンもあるらしい、端前プリン。オやべやべやべ、待って、あいつやばいわ。ちょ、ロケット絶対違ったか、これ。ヤナアメとかの方がいいんじゃない。飛ばしとくか。はい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 、トライココイラでかましとくか。おい、ふざけてるやない、進化ですか、お前。ちょっと待って、これまずいな、負けそうすぎるな。ちょっと、ちょっとごめんね、なんか10秒デッキに見せていい景色じゃない気がするんだけど。やばいおい、おもんなおもんな。え、進化テスラってこんなおもんないんだここぞとばかりにここぞとばかりにおい、頭の差だぞって言われてんだけど、俺最悪だわ。最悪の気持ちになりました、これ。もう柳に変えますね、一回。最悪です、今の気分は。ざけんね、マジで。なんでお前そんなこと言えるんだよ、言いすぎだろ絶対。一本折った後バレル弱すぎじゃないですか、あれ。どうにかなんないですか。ほら、よろしく。マジでね、ストレス溜まるんですよ、このプリン。
男が来た。ストレスが感じねえんだこの人。テストステロン高えんだろうな。ギトギトになってんだろ、テストステロンで。すげえな、このメガナイトから男性ホルモン感じるもんね。エビロケットなくしたらこうなったね。ハート、さあ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 、まあ、一応なんか来た時用にスキを構えておきながらね。いやもうええって、うん、何も来ないかな。バレロ一回飛ばしちゃおう。いいね。いやめっちゃロケット、まあでもヤナメも活躍するっちゃ活躍するか。マッツこれ、さすがにスキーいらなかったこれ。まあまあええかええか。よしここで能力発動して裏に飛ばします。バレード、これで表裏プラン。最悪や、なんかめっちゃ噛み合ってる。これ穴埋め打ったら気持ちよかったか。まあええか、まあ、キング起動してるからね。こっちはここら辺で一発だけウィザード受けれれば確かタワー完封できるはずだから。ええー、いいやつ受けれるんだ。熱っ、めっちゃ強いな。さあこれで一旦プリンセス量産して、はいはいはい、スケキンとか出しちゃったりして、出しちゃったり。矢の飴添えんのちょっと強そうだな。はい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 、はい、これで攻めに夢中にならせるじゃん。まずやばマジ、一回守んないと話が始まんないんですよ俺らのデッキは。 OK、 あーライトニングね。はいはい、いいねいいね。素材の味としては悪くない。でってことはまずやべ、試合終わっちゃう。守れよ守れよ。おいな、何やってんの。え、大丈夫。 OK、 OK、来た、行け行け。やべ、やだめ。やべ、試合を終わらせてもいけない。いや終わらせるか、さすがにか。負けそうすぎる。いや俺は男だ、俺は男だから行くぞ。マジで負けるか。冗談冗談、嘘嘘嘘嘘嘘嘘じゃん嘘じゃん。君も男でした、よく見たら。 OK、 はい、ということでね、今日は10秒デッキをやっていったんですけどね、まあこういうのもねあると思います。こういうやり方だってあると思いますんでね、ぜひやってみてください。ということで今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。